心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は帯結び解説をしながら、文庫の羽の割り振りとか、帯を回した後のこの帯ってこんな文庫の羽できるのかな、どの大きさがいいかなっていうのの見積もり方のちょっと指針になるもの、説明していきたいなって思っています。それでは行っちゃうよ。今日の帯は4メートル50ぐらいあるちょっと長めの、まあ今時の薄地で芯のない、思うようにこうひらひらとか取りやすいタイプの帯です。今の振袖さんには比較的こういう帯、レンタル衣装なんか多いと思うんですけど、それとはまあ関係なく長さっていろいろありますよね。なのでいろいろお嬢様の胴に巻いてみたら、あら、思いがけず足りないんじゃないかなとか、思いがけず手が長くて困っちゃうとか、そういうことはないですか？そういうことについてちょっと勉強していきたいと思います。この帯ほら長さあるでしょ。だいたい2メートルは残ってないかなっていう感じですが、文庫の羽、こちらに少なくとも25センチ、左右にして50センチ欲しいですよね。全部袋にして文庫にするんだとしたら、こっちが50センチ欲しいってことは、残りの裏側でも50センチ欲しい。1メートル必要になります。ですが、例えば片方はこういう状態で折り返した文庫の羽、片方はシングル、折り返しなしとしたら、羽1枚分25センチ分なくてもいいということです。なので帯のこの長さを使って文庫を作る場合、25センチの羽だったら75センチあったらまず間違いなくできるということです。なので今日はその文庫を作り、途中にパタパタ屏風ひだを作っていく、最初に見積もりを、文庫の見積もりをした上でやっていくという方法でいきたいと思います。帯はだいたいここが30センチです。だからこうするとここ30センチ、30センチ、30センチ、60センチ、60センチにもう30センチで、ここで60センチ、60センチで、これで120もいらない。最低でも75センチあればいいですよっていうことだったので、75センチ程度を残してみよう。75センチ程度、こんなところですかね。こんなところを残してみますよ。じゃあここに印つけて、残りで中間からパタパタ屏風ひだを作る。中間からって今思いましたよね。でも今日はそんなお題を自分に課してみて、帯結びを作ってみています。ここからパタパタ屏風ひだを作ってみてください。残っている長さにもよりますが、これはたっぷりあるので少し大きめ、4センチぐらい。そして一手分残します。20センチぐらい、20センチ弱残して、真ん中一つ、真ん中に向かって二つ、
山々を作り、こちらも真ん中に山、山を作り、こんな風になりました。どうですか？山が小さい山、山々、小さい山で4つの山ができました。そしてそれをバッテン止めしていくんですが、こっちにも真ん中に向かって山2つ、そして1個バッテン、こちら側にも山2つ、さっきと一緒ですね。寄せて次のゴムでバッテン止め、こんな風にバッテン止めができました。タレ先に作るのではなく、これはタレの元に作っているということです。こんな風に最初に見積もって分子の分を残しておいて、元に羽を作りました。続けていきますよ。上に羽を作るときに向こう側からもしっかり出しておいて、十分な羽の長さができるよ。この幅はさっき言ったように30センチなので、30センチの羽がしっかりできるようにお背中側から引っ張り出しておきます。こっちからいっぱい出しちゃうとどんどん短くなっちゃうので、そこは注意。そうしたら一旦広げて分子をこうやって作ろうと思います。上前側に倒して、ほぼほぼ半分のところで羽を作ろうと思います。よくやっているんですが、お嬢様のお背中借りて半分に手前折り上げて、3分の1に親指を置いたら、パタパタ、それを起こして向こう側にパタパタ、これで2つの山ができました。向こう側を拾います。手前側も拾います。羽ができました。文庫の羽、それを最初にバッテン掛けした三重仮ひもに入れて下に置きます。残りも名残のひだを整えて、このように同じようにして右側の三重仮ひもにくぐらせて手前に置きます。そしてこういった場合に左右の分子の羽が同じぐらいかなを確認してください。これで4枚羽ができました。ひだを細かく取っている場合は、左右のひだを引き合いながら溝に指を入れて丁寧にひだを起こしておいてあげるといいと思いますよ。そして全部上に上げて、ここに枕です。今日はこう小さい枕使っていきますが、羽を全部上げます。4枚持ってください。結び目よりも上に枕を置き、そして前に回します。この時帯の上線を通って前に行ったら、おへそを目指して帯枕の紐は
沈めてください。お楽になりますからね。帯板ごと一緒に帯を広げて奥に入れましょう。脇も枕の紐は落としておいてあげるとお嬢様お楽です。そしてここに帯揚げをかけましょう。帯揚げはその後のデザインによって絶対真ん中じゃなきゃいけないってこともないですよ。上前の方を長くしておいてもいいですし、柄が片方だけにあるんだったらそれを十分に出してあげれるように前に柄を作ってから、あるところを確認してから回してもいいですよ。こんな風に枕をした後、文庫を確認してみます。羽の山を起こしてつなげてあげましょうね。こんな風に文庫が華やかにできました。そしたらいつものように手輪をぐっと引いてください。ぐっと引いて、さらに帯の下線を締めてきます。そしたら今日のところは下から上に持っていく、そのまま素直に輪を右側にしてパタパタ4分の1にしていますよ。4分の1にしたら元までしごきましょう。そしてお背中に1本残っている紐に向かって太鼓の柄の部分で太鼓を作るとして、太鼓の部分だけ残して、太鼓の部分ね、柄の部分残して輪にして入れ込んでいます。もし短かったらこれがないかもしれません。手の長さにもよります。輪を右側にしています。山をですね、そしてくるんとさせているだけです。これは裏が見えてもいいなって思っているので裏が見えるようにしていますが、裏は見せたくないというような帯だったら裏が見えないようにしていってもらっていいと思います。くるりんとして開いています。その下にある細かく取ったパタパタ屏風ひだの羽が潰れすぎないような場所に配置しています。そうしてここ太鼓分を測ったところ、少し斜めに柄が出るように作ってあげて、太鼓の下線がきれいになるようにその部分安定するように広げてあげます。で、帯締めを太鼓の下の線に合わせて入れて、ここもデザイン次第で左右同じ長さでなくてもいいですよ。残ったこの柄のない部分ですね、こういう柄のない部分、この柄のない部分を丁寧に畳んで胴を開いて胴の中にしまってあげれると理想的です。そしてきれいに太鼓を整えたら、帯締めで安定させましょう。前に回って帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてくださいね。続けて形付けです。まずは文庫なので左右の羽の大きさの確認、同じぐらいのボリュームが理想的、今日の形はそう思っています。そして元から同じところから羽が出ているように、斜めになっていないように元を持って左右の高さを確認です。で、
文庫の形いろいろありますが、今回はこんな風にしています。ひだを広げて文庫は手前側の方が高くなるように羽を作ってあげます。その時ですね、ダブルになって折り返しのある文庫の羽は安定しやすいんですが、こちらのようにシングルで作ってる羽は安定がしにくいです。元を持っていい場所まで引き上げてあげること、あるいはこちらの羽ができる精一杯元気なところにダブルの羽の方を合わせてあげるなどして、右と左の羽の勢いを合わせてあげるといいですね。その後は上に乗っているパタパタ屏風ひだ、お背中側から引き出してきてあげて、元気な感じの羽を威勢よくですね。で、山を起こしてあげます。沈んで中にしまわれちゃってることのないように、みんな起こしてあげて、うまく使えるようにしてあげるというわけです。お背中にピタッとくっついて、うまくひだひだひだが見えるようにしましょう。太鼓の部分は下の線がきれいかどうかを見る。そうしていらないシワがシワシワ寄っていないかどうか確認して、こういう文庫の場合あまり大きくなりすぎないように太鼓は注意しながら、最後の中心を見極めながら置く。こういった形付けは何度やっても何度やっても何度でも手を入れたくなるものです。ですが、まあ営業の時は時間も限られていますし、そういったことも考えてやっていく必要もありますね。さっきも言ったように、1枚で作っている羽と2枚で作っている羽は安定が違います。元気度も違うので、例えばあまりにも違いすぎたら枕を少しシングル側の羽の方に動かしてあげて、高さが出やすくしてあげておくのもいいと思います。帯締めにしても帯揚げにしても、あるいは枕にしても、全部必ず左右対称真ん中に置かなければいけないということではないので、そこは帯の形、特性などによって臨機応変に変えていく、そんなことができるといいですね。お嬢様の体に巻いてみないと長さってわからないんだよ。やっていくうちにそんな風な疑問が出ますよね。先に大きなひだを作ってそれで巻いていこうと思ったら、思いがけずお嬢様の体には合わないサイズだったなんてことよくありませんか？お嬢様のお背中の上で羽を作っていったら、まずそんなことはないですね。お嬢様の肩幅やお体格などに合わせて帯を作っていきましょう。さあ、今日はどうでした？お嬢様のお背中の上で作っていく文庫の見積もり、右に何センチ、左に何センチ、そう考えて羽を残しておいて作っていくというわけです。25センチずつの羽だとしたら最低でも75センチ、これがもっと小さければもっと狭くなるし、もっと長ければもっと長くなるということです。一つの羽×3で片方が芯、×4
で両方ともダブルの羽ができます。そう思って計算してやっていってみましょう。さあ明日からお背中借りてぴったりサイズが作れそうですね。さあ今日も一つちょっとお勉強になりましたね。ぜひぜひやってみてください。それでは皆さんにここで元気注入して今日も頑張ってねということで、元気チューニューバイバーイ。グッドボタンよろしくね。じゃあねー。